はい、こんにちは、アランです。今日もウルバトをやっていきます。まあ、僕の個人的にそのウルバトの今まであったイベントの中で一番ね、まあ、好きというか、まあ、どのイベントもまあ力が入ってたというか、まあ、愛のあるものだったんですけど、その中でもね、一番こう、まあ、愛を感じたイベントこと大怪獣バトルの無法なる怪獣惑星、今回ねまたやっていこうかなと思います。まあ、またとは言いつつも動画には多分投稿してなかった時にあったやつかな。まずね、編成はもう3体以上選んだら、まあこう、こっちにデバフがかかってしまうんですよね。っていう、めちゃくちゃ再現度の高いやつ。さあ、エキスパートでいいでしょう。さすがに。ノーマルからはもういいと思う。そう。最後の戦いはまあ、レインのパーティーだったんですよね。ポイッと。そう、これ聞いた時のな。もう、これ再現度やばいよな。これ。今見てもすごいもん。よし。じゃあやっていきますか。はい。で、この後もすごいんですよ。これ。ちょっと待ってよ。おーし、オッケー。この音もね、すごいけど、ま、この後がね、まだあるんで、ま、ここは一旦、あれやな。ま、こうスピードで勝ってはいるけど、ちょっと、前進するだけにしとこうかな。こういう感じで。この BGM もいいよね。ファイナルラウンドボーナスをちょっと思い出すな、この曲を聴くと。おーい。で、この次。ちょっと待って。あー、マック、あ、ちょっと待って待って待って。待って、そこじゃない。おーらい、ちょっと待って。こういうことが起こってしまう。あー、もう負け、あ、いけたかいけた。こういうことがね、ちょっと起こってしまうんですよね。いって、もう俺900ぐらい出そうと思ってたらさ、まさか下から出てくると思わんかったじゃん。何をどうしたかもちろん忘れてもうたわ、ちょっと。じゃあ先行こう。はい。まあ、倒しますよと。はい。で、さっきこの曲聴いたらファイナルラウンドボーナス思い出す言うたけど、実はね、あの、ベムスターのあの、ガチビンタもちょっと思い出しています。どうしようか、40か。こっちが行きますか。はい。うわーお。なんかあんまりね、エレキングに回避するイメージなかったけどさ、この、まあ、レイのやつはめちゃくちゃ避けるんですよね。よし。いやー、初めて見たときは本当にすごいなって思いました。このアングルもすごいよね。何より4倍にしてんだ。そしてこれ使ったらね、こんだけ弱るという感じですね。いやー、なんか久しぶりに大怪獣バトルをやりたくなりますよね、これをやったら。どうしようかな。そうですね。こうしよう。そんだけすごいクオリティのやつだった。はい。まあ、普通に倒してしまいますか、じゃあ。やっぱりね、このイベントが個人的に一番力入ってたなって思いますね。まあ、最後にこのイベントをね、復刻してくれて、俺は嬉しいですよ。まだね、もしやってない方がいたら、ぜひ、こちらのイベント、まだ間に合いますので、ぜひやってみてください。はい。あと、大怪獣バトルのね、昔僕が使ってたやつが、見つかったので、ちょっとおまけで、そっちを紹介しようと思います。はい、こっからはね、ちょっとおまけなんですけど、はい、これをね、ちょっと見つけたので、ついでに紹介しようかなと思って、はい。大怪獣バトルのね、稼働当時に、僕が使ってたやつの、まあ、バインダーかな？多分、この中にカード結構入ってます。はい。で、ちょっとね、僕が何持ってたかっていうのをちょっとね、紹介しようかなと思います。はい。まあ、この機会でもね、ない限り、まあ、これを出すことはないかなと思ったんで、ちょっと、紹介しようかなと思います。ちなみにね、右手でちょっとスマホ持って撮ってるんで、多分めちゃくちゃブレると思うけど、まあ、ちょっと酔ったら申し訳ないです。そこは本当に謝ります。はい。じゃあ、まあ、ちょっと見ていきましょうか。はい。そう、これですよ。俺が多分一番強いというか使ってたのはこの Z ですね。これ。ワンチャン反射で顔映りそうだけど。まあいいか。Z とかっすね。このバキシもね、結構好きだったな、俺。いやー、この Z がね、出た時は本当に嬉しかったな。絵がね、ちょっと豪華というか、これ今入ってるから、あれだけど、そう、こんな感じでめちゃくちゃ光ってたんですよね。なんで、めちゃくちゃレアやんって。思ってましたね。で、その横にあるのは、まあ、テレビくんの
やつですね。これね、めちゃくちゃ豪華なんですよ。この3体を、まあ、使えるんですよね。なんでこの1枚でこの3体を使えるっていう感じです。はい。でこのカブトザキラーっていう、これはあれよね、確かテレビくんだったっけ、なんだって、コロコロ一番か、俺コロコロ一番買ってたっけ、乗ってたんか俺。まあなんかその読者の人がエースキラーをなんか強化するみたいな企画があって、でこれがその読者の人がまあ送ってきた中の最優秀賞で、このゲームに確か登場したやつかな。これは技カードやけど、多分実際にそのなんだろう、怪獣のカードだったっけかな、でもあったと思います。バキシムもね強化されたんですよ。バキシマムっていうやつもあったと思います。今思ったらなんでどっちも鳥獣だったんだろうな。よし次行こう。はい。でこの辺はまあ EX ゴムラとかベムラで、なんかインペライザーを2枚並べてますね。インペライザーもね結構使ってたような気がするんですよね。スピードない代わりにね、その他の能力は結構強かったんで、はい、やってましたね。これネオだったかな、このカードは。でこれウルトラマンベリアルの、これも確か付録だったかな、なんかの。そしてこれは偽ウルトラマンですね。はい。レイブラッド星人とかもね持ってたけど、これは普通のレアというかノーマル的な感じだったかな。はい。でこれレイキュバスですね。これレイキュバス、このね、こっちのレイキュバスは僕が一番初めて使ってたカードだったかな、応援のやつやけど、あれですね、何だったっけ、レイキュバスのソフビかなを買った時についてて、そのカードを使って初めて遊んだような気がしますね。で次、はい、これもまあゼットンですけど、これもテレビくんの付録っすね。俺付録めっちゃ持ってんな、こう見たら。はい。でこっちからは多分技カードですね。このインペライ、このインペライザーは初期のやつかな。初期はね確かインペライザーはその怪獣カードで出てなかったんですよね。確か技だけだったかな。でこれ燃えたランガですね。これも技カードですね。今見たらなんか技カードのさ、この黄色いからめちゃくちゃ基盤同様に見えるな、なんか。はい。デスレムも最初は技カードだけで、後に怪獣のカードであったんかな、あったっけな、でも俺持ってなかったからな、多分あったと思います。まあ、ペギアとかガバドンとかエンザンとかですね。こう見たら技カードってあれやね、その天候を操るというかそういう系のやつが多いですね、なんか。はい。はい。ブリッツブロッツですね。いやーねー、大怪獣バトルではその怪獣カードで出てなかったんですけどね、まあついにウルバトでねようやく登場して、僕は嬉しかったですよ。このイラストも俺めちゃくちゃ好きなんですよね、かっこいい。はい。この目つぶし星人っていうね、シンプルなやつですね。ガギもねかっこいいね。オクスターは個人的に可愛い系の怪獣に入るかなと思います。さあ次行こう。はい。ラゴラスエボ、ラゴラスエボもウルバト来てくれたね。これもね怪獣カードでは出てなかったかな。たマックスの怪獣は出てなかったんかな、全部技とかだったような気がするかな、多分。ボガールもそうだったっけかな。ねえ、こう見たらね、技カードになってるやつがウルバトで結構使えるようになってたりしてますね。シーリザーね、ゾンビ怪獣。チブル星人とかね。IQ なんぼこれ。1、10、100、1000万、5万。IQ5 万。やばいね。IQ5 万の割には結構な敗北率を誇っている。はい。あ、これあった、この。これはね、なんか、おもちゃ屋とかに売ってる、パックっていうかな、遊戯王とかデュエルマスターズみたいな感じの、まあ、パックで変えたやつだったと思いますね。こういう感じに透けてるというか、実写なんですよね、モンスターガーとか。暗すぎて全然見えねえ。まあこのゴルザみたいな感じですね。俺これを持ってたんか。でシャマー星人とかメルバも結構使ってたかな。はい。キングオブモンスター来た。このイラストめちゃくちゃかっこよくない？ねえ、結構強いよね。アタックがめちゃくちゃ高いっていう。その、なんだ、スピードもね、まあまああるんでね、僕は結構使ってたかな、このネオの時は。で、このゴモラとかですかね。はい、このグドンの実写のやつですね。マットアローもありますね。ヒッポイド星人。ヒッポイド星人ね、結構その、ステータスが微妙なんですよね。めちゃくちゃ強いのにな。
まあでも確かこれも初期の頃のやつだったかな。はい。でこの辺からは多分技カードですね。エースキラーとかそういう感じですね。はい。バルタン星人、この辺多分初期のやつかな。バルタン星人は分からんけど、コップも多分そうかな。初期の頃はちょっとステータスみんな控えめやね。なんかよいしょ、あー次めくれ、オッケー、はい、こっちこっち、あデスフェイサー来た。デスフェイサーもね結構強かったと思うな。スピードが壊滅的やけど必殺がねめちゃくちゃ高い、4300っすよ。さっきの僕の持ってた火加減なんてっけ、そうゼットンゼットンは、まあ、ですよ4500なんですよね。それに近づいているというかね、結構強かったし、イラストかっこいいな。うん、でこの多分ここら辺も初期の頃のやつかな。多分モンスターが、このモンスターがかっこいいな。でまあ唯一僕が持ってるこの作戦カードですか、スペースペンドラゴン。スペースペンドラゴンはいいよね。あのペダン星人のダイルに改造された後のあの超武装再投法も好きですけど、この最初のこういうなんだこの貨物船というかそういう系のあれも好きですね。あのなんてっけ、あの赤いやつあるよね、ペンドラゴンの、あれも僕結構好きかなと思います。久しぶりにまた出てきてほしいな。よいしょ、これ最後で、まあゴモラ、ここのゴモラさっきも見たような気がするな。メトロン星人で最後なぜかアギラで終わりという、はい、俺アギラ好きだったんかな、ね、なかなか不遇な怪獣ではあるけど俺は好きだったみたいですね。まあこんな感じですかね。このバインダー持ってる人多分いるかな、他にも。多分俺と同じぐらいの世代の人だったら持ってるんじゃないかな。結構最初の頃のやつと思うけどさ、多分第2弾とかもあったような気がするんよな。うん。はい、以上がまあ僕が今持ってたやつですね。いや、また大怪獣バトルでもいいからやってみたいですね。ではね、今回はこの辺で終わりにします。さよなら。